おはようございます。玉坂です。いつも動画見ていただいて本当にありがとうございます。いや最近ですね、M2 の MacBook Air にメインマシンを乗り換えてみようかなってずっと悩んでて、どうしようかなと日々いろいろ調べてるんですけど、皆さんメインマシンって何使ってますか？もしよければコメントで教えてください。今日はですね、俺が愛用している大好きなレンズ、タムロンから出ている 24mmF2.8 というこちらのレンズご紹介してみようと思います。中古で、25,000とか3万ぐらいで買えちゃうんですよ、このレンズで。安いけど本当に使えるのかどうかって気になってる方多いと思うんですね。最初に結論だけ言うと、動画始めたい人とか結構このレンズおすすめかなと思います。実際使ってて、これはいいな、これは微妙だなっていうところを3つずつちょっとまとめてみましたので、作例と一緒にご紹介してみます。よければ最後まで見て参考にしていただければと思います。では本編どうぞ。でもう早速実際使っていて感じているメリットを3つまとめましたのでお伝えしますね。まず1つ目、冒頭にも言いましたが小さくて軽いということですね。本体 215g しかないんですよ。 α7-3 と一緒につけても 1kg いかないので、手持ちでもめちゃくちゃ軽くてスナップとかに向いてるかなと思います。俺自身はこれ動画用に買ったんですけど、最初からジンバルに載せる予定で買ったので、軽いっていうのはもう第一条件で絶対マストでした。皆さんお使いになったことがあるかどうかわからないですけど、ジンバルに乗せた時に重さのバランスを取らないといけなくて、レンズ側が重いと前にこう下がっていっちゃってうまく調整できないっていう事件が起こるんですね。なのでなるべくレンズは軽くしたいということでこちらのレンズを買いました。続いてメリット2つ目ですね。 F2.8 という明るさというところです。正確に言うと 2.5 万とか3万円ぐらいで F2.8 という明るさを持っているっていうところですかね。ソニーの純正で GM レンズ F1.4 とかありますけど、あれ平気で20万以上するじゃないですか。初心者とかね、中級者とかでもまあなかなか手出る値段じゃないじゃないですか。でもこれってかなりお手軽な値段で F2.8 ぐらいの明るさを実現してくれるレンズなので、ライブハウスでこう広めに撮りたい時とかも使ってるし、夕方とか夜の撮影でも F2.8 あれば割と明るくて使えるなって思っているレンズです。なのでまあこの F2.8 という明るさは相当メリットかなと思っております。続いて3つ目ですね。 24mm というのが割と何でも撮れて万能だということですね。このレンズってよりかはもしかすると 24mm という画角のメリットになっちゃうかもしれないんだけど、 24mm ぐらいっていうのは動画にすごい向いてるなと俺思ってて、被写体、まあ人でも商品でも何でもいいですけど、被写体にグッとフォーカスした時にも背景が結構映るので、その場の雰囲気とか情景とかそういうところまで一緒に切り取ってくれるのが 24mm ぐらいの画角だと思うんですね。 85mm とか割とこう中望遠のものって被写体をギュッと引き立たせてしっかり見せるときにいいんですけど、それこそ作品とかね、 MV みたいなのってその情景とか、まあ、その歌詞との整合性とかね、そういうのを見せたいときとかあるので、このぐらいの広さっていうのは動画的に重宝するなと思っています。写真で言っても本当何でも撮れるので、ポートレートも撮ったし、風景も撮ったし、スナップでも使うしっていう感じですね。結構万能でおすすめのレンズです。まあ2万5000円3万円クラスなので、もちろんデメリットもあるなと思っています。まず1つ目ですね、写りがちょっと緩いかなと思います。写りが緩いっていうのはちょっとシャープネスが弱いなって思うシーンがありまして、写真を撮る方は特に気にするのかなという気がするんですが、現像の時にそのシャープネスでこうパキッとさせてあげる必要があるような気がします。俺はその緩さが動画にはすごいマッチしてるなと思ってて、そこも込みでこのレンズ好きなんですけど、ただ世間一般的に見ると絶対に写りは緩い部類だと思います。続いてデメリット2つ目、オートフォーカスがちょっと弱いかもしれないです。特に動きの速い被写体を追っている時に、あ、ちょっとフォーカス迷うなっていうシーンがあります。例えば止まっている被写体とかね、インタビューだとかお花を撮りますっていう時とかだったらね、タッチフォーカスでピッと合わせられますけど、一発勝負の現場とかはちょっと危ない気がしますね。作品撮りとか何テイクも重ねられるっていう場面だとそんなに気にならないですけど、本番1回しかないんだっていう時にこのレンズを使ってピントが来なかったってなると、それはちょっとまずいかもしれないですね。なのでそこはデメリットだと思います。続いて3つ目、フォーカス音がうるさいです。実際にね、オートフォーカスの時のジジジジって音取ったのでこんな感じです。
気になる方は気になるんじゃないかと思ってて、これ例えば被写体があまり動かないインタビュー動画とかだったらそんなに気にならないと思うんですけど、商品レビューね、こうやって前に出したりとかする方は、ちょっとジジジジって音気になると思います。俺がこのレンズ使うときは収録した音は全部消して BGM 乗っけたりみたいな、そういう作品っぽいのを撮るときに使ってるので、そこはまあデメリットには感じてないんですけど、こうやっておしゃべりするときとかのフォーカスには絶対向かないなと思いますので、そこは注意していただいた方がいいかなと思います。まあ、メリットデメリットありますけれども、総じて 2.5 万とか3万円ぐらいで 24mmF2.8 というレンズが買えるっていうのは、タムロンさん本当にありがとうございます。いつもお世話になってますという感じですね。それぐらい結構お気に入りでヘビーユーズしてます。初心者の方とかこれから始めてみたいなという方にはぜひおすすめしたい、動画向きだなと個人的には思うレンズでございました。はい、では今日の動画はこちらで以上でございます。参考になったらぜひコメント高評価で応援していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひ忘れずポチッとよろしくお願いします。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。